先生自身はお医者さんですから、はい、なんですけど、その二の癌を経験されたことはどんな意味が。あるいは、あの、いわゆる一般の方だったら、頭は真っ白になったとかいうことがあるでしょう。けど <あー S 1> 先生の場合はどうでした?。真っ白にはならなかったですけど、考えるほど、あの、鬱にな、りますよね。えっと、まあ、大、その、肉腫の方に関しては、まあ。 取ればとりあえず完治できる可能性があったんですけど再発の恐れっていうことがすごくやっぱり今でも印象に残って、まあ、今でも多少あるんですけどそれが1つありますよね。MDS に関しては、えー、徐々に死んでいくんだなっていうその何て言うか恐れっていうんですかねこう、まあ、治療しても治らないし治療もあまり効果の高いものが完治できるっていう状況ではなかったので。 これどうしようか？っていう感じで、なんか悲しくなってきます。はい、うん、ご自身がそういうがんの経験をされたということで、いわゆる患者目線で、あのご自分の体験はどんなふうにそうしておられますか？うん。対し、自分が大したことない。大したことのない患者だなっていう風に自分は感じてるところありますけどね。どういうことです。<laughs> えっと僕の患者ってやはりですね。こう。 乳がんでもターミナルの人が多いんですねほとんどがやっぱり転移性乳がんか進行がんの状況なので、まあ、死を面してるわけなんですで僕も同じように死を面してる状況があったんですけどなかなか死を面するとどういうふうに自分が医療を受けたいとかどういうふうに人生を過ごしたいっていう選択肢がですね僕はなかなか定まらなかったっていうところなんですでも やっぱりこう自分がどう人生を過ごしたいかっていうことがはっきり分かっている人がやっぱりいらっしゃるんですよね。そんな数は多くないんですけれど、ね、でそういうなんと自分を比較するとですねいやああいうふうにならなきゃいけないなというふうに思いながらも自分ができているかというとうそういうご結果からすると患者は何をすべきかっていうのは。 どういうことになりますか一つは自分がどう人生を過ごしたいかということを病気であろうがなかろうが多分それを一つ自分の価値観を知っている人は多分医療を受けやすいんじゃないかなという気がしますね。 やっぱりそこは難しいのかなと思うんでがんとかそういう、まあ、癌でなくてもいいんですけど重い病気になるとその価値観が途端に自分自身問われ始めるとか僕の場合はやっぱりその、えー、と活発に仕事をしながら、えー、楽しく人生を過ごしたいというところに価値観がどんどんあるっていうことに自分で気づいたので。 で最終的にじゃどういう治療をするのかっていうその選択肢を迫られてきたわけですね。特に骨髄移植をするかしないかっていうのがそのまさにその価値観とのえと一致してるか一致してないかっていうところにいったっていうのは事実だと思うんですよね。でもう一方はその現実にあるデータをどうやって咀嚼するというか消化するかっていうのはすごい重要だと思うんです。 要するに、例えば M. D. S. でも、さっき言ったように、普通では治らないので。で、ネットで調べるとですね、こんなサプリ飲んだ方がいいとかね。先生そんなネットで調べられるわけ、うん。あの、調べましたよ。抗がん治療をしなくても、なんか、あの、は、あの、貧血がコントロールできるとか。もう、結構魅力的なものがあって、挙句の果てに、その魅力的なものを、その、ちゃんと論文検索すると。 たまにエビデンスが強くなくてもポロポロで出てくるんですよね。で、それを見ると、うん、やった方がいいのか、やってやらない方がいいのかとか、そういうあのいくつもこうなんていうかデータが出てきてついこう手を出したくなるというか、そういう気持ちが出てくるわけです。えー、知らなかったなあ。でも現実にはそこには至らなかったんですけど、でも結構やっぱり。 でだからそ,その歯止めが効くのは多分自分がそういう瘍内科医としてのやっぱりこうプロとしての知識を持っているから歯止めがまだ効くんですよ。普通の人は歯止め、えー、それがあの今のネット社会で検索したところの一大悲劇につながりうる可能性ですよね。ですからプロとしての知識を持って客観的に第三としてはこんなおかしいよっていうのは言えるんですけど患者になると。 やっぱり自分のことだからなんかやったほうがいいんじゃないかなと思うこのなんか麻薬に手を出すみたいななるほどねか <laughs> <laughs> かりますなるほど、ねえー、だから普通というか医,医療知識をしっかり持っていなければあるいはその医療従事者とともにこう自分の情報をちゃんとそあの解釈しながらちゃんと考えることができなかったらパッと手を出してしまいそうですよね。 あの mds に関して言うと、最終的に骨髄移植を受けるか受けないかというのはどういう風うに決断されたんですか？それはですね。長い <laughs> プロセスで自分はえっと結局骨髄移植しないと mds はもう完治できないっていうのは分かってたので絶対やろう。っていうことに関しては自分の中で決めてたんですよね。ただ、普通のガイドラインに基づいて mds の。 移植するタイミングというのは僕の場合は一般的にはその適応がないというふうに言われたんですただ貧血がどんどん悪化しているのででしかもグラフに書くとですね明らかにこのまま行ったらもう毎週輸血しなきゃいけないんじゃないかという状況にもう見えてたんですよねでそういう意味でやってはいけないというふうなことではないんですけどやると移植をするとやっぱり 完治する可能性もある一方で数ヶ月以内あるいは1年以内に死亡する確率もかなりであるというふうにうそうですかはい。えー、多分10初めの数ヶ月で15%ぐらいですよね1年で30%ぐらいという状況があったと思うんですよねでそれでいろんな先生にやるべきではないかやらないべきなのかとか職員にみんなにこう 聞いていてったわけなんですよねでそうするとみんな答えが違うんですよねでで誰かがその「じゃあやるべきですやった方がいいですね」って押してくれるかっていう期待感を持って待ってたんですけど誰も押してくれなかったので最終的には自分でこうなんかやった方がいいんじゃないかとい。だからやっぱり自分の価値観に照らさすところに戻ってゆっくり死ぬのがいいのか。 リスクあるけれどリ,リスクあるけどとりあえずポンとやってみて自分の考えているようにこう走り回っているような生活ができるかっていうことを取るを自分が望んでたのでそのやっぱりリスクの高い方を選択しましたなるほどだからよくあの家族で揉めましたよねそれに関してああそうですか、はい、どう思めましたえっと結局 この話し合いを通して家族も家内も多分気づいてたのは最終的に僕が決めないといけないので決ししてこうしろとは言わなかったんですよ、ね、僕がするかしないかはあんたの勝手っていう感じで <laughs> って言われたのでまあそれは当然今から考えると当然なんですけど患者としてはね誰かが移植した方がいいよとかね移植は絶対反対だっていうふうに言ってもらった方が楽だったんですよ。 でもそれを多分赤の他人赤の他人というかもう家族家族なんですけど自分でない人間が誰かが言ってそれを鵜呑みにしたら多分その後悔はすごい大きかったかもしれない結果にかかわらず多分その後悔が大きいんじゃないかなという自分で決めたっていうことがすごいやっぱり僕にとっては重要だったんです。かね そうですよねだから移植したことに関しては後悔してないですけどでも医療っていつも後悔がつ,きついててそれはえ仮に治療が完全に成功しても大抵やっぱり副作用とかあるいは再発の恐れがあ,るあったりとかそういう意味で何らかのやらなければこういう副作用なかったんではないかとかやらなければ 結果が違ったのではないかとか、そういう後悔があると思うんですよね。うん、そのいわゆる後悔の度合いというのは、やっぱり人としての価値観とそのいわゆる医療の現実とのその整合性がどこにあるかによって後悔の幅がすごいあるんだなって言われたん今のお話は非常に深いですね。だからあの患者さんの立場であの今のような。 先生のご経験を聞くと非常にあの参考になるんじゃないでしょうかね。そうだといいんですけどね <うん S 1> 患者力というのかな患者さんがなんか特に気をつけなくちゃいけないことって何か先生感じられます まあ、一つはやっぱり患者力で重要なのはまず情報を消化できるかっていうところに話が戻ると思うんですよ、ね。ですからおこう特にお医者さんに行った時に一人で行くっていうのは良くないと思うんですよね。多く,の多くの人は一人で来られる方が結構日本の外来で見ると結構一人で来られることが多いと思うんですよ、ね。でそういう意味で一人に来ないということは重要ですしどうやって記録を取るのかということと。 自分が理解しているかということをどうやって医療従事者に伝えるかっていうことですよね。ですから外来を受けてじゃあ帰った時に今日何を話ししたのっていうことを周りの人にちゃんと話せるか、簡潔にやっぱり説明できなければそれは理解できてなかったっていうことだと思うんですよね。もうそこはもうそれその一言ですぐわかる感じ力っていうか。 そういうの理解能力があるかないかっていうのがもうすぐわかると思うんですよね。で、それがなければ、やっぱり根幹的にやっぱりお付き合いしている先生方とのやり方を振り返らなきゃいけないと思うんですよね。はい。先生がこれからあのがん診療を続けていかれるときに、患者さんに対して何かあのメッセージというのかな？ あのご自分の経験からあのあなたの治療に関してこういうアドバイスができるとかそういうことありますか。うんそうですよねやっぱりさ価値観がどこにあるかということを自分はどう生きたいのかということはかんいつも考えた方がいいと思います。治るとか治らないとか全然関係なくどうどういう風うに、えー、過ごしたいのかっていうでどういうふうに過ごすと。えー こうあいい人生だったと思えることを描いた方がいいのかなと思います、ねうん、その通りでしょうね私も同感ですね結局患者とか医師とかあるいは、えー、そういうこと全部離れても人生いかに生きるべきかっていうのをきちっと確立してないと困難が起きてきた時に対処できないとそうですよね,すねこれはあの医師とかあの患者とかいう立場を超えて人間としてそういうことになってしまう